ではコメント返しの続きいきます。では画面を切り替えてくださいね。はい、今日はねゆかりさんからですね。お疲れ様です。久保さんの YouTube でつながっているみんなで諦めずに訴え続けていけたら嬉しいです。思い願いが大きくなればいつかは報われる日が来ると信じて。本当その通りですね。とにかくこの道を歩いていきたいなと思ってます。としちゃん、私が政治家を突き詰めたいわ。何もかも緩んでる、困っている国民を知れ、ボンクラどもが、ということでね。まあそういう気持ちの方が政治家になっていただくと本当いいですけどね。田口さん、感染者が増殖しているのは特に、菅政権や麻生財務大臣、ちゃんと報道しない人とか、そのせいで大変なことになっているのに知らん顔してる。毎日同じ報道ばっか鬱になってくる。国民は手洗い、うがい、アルコール消毒はするし、あと保証金は出ないし、この出来損ないが、菅政権および政治家マスコミ、この野郎みたいな感じで怒ってますね。私たちはね、できることはやってるつもりなんですけどもね。で、あとはちょっと正味ね、お金くれないとやる気にならないっていうか、やることもできないですよね。トシちゃん、その通りだ。雇ってるのは国民だ。国民いての政治家、そうですね、国民を舐めてるのか。もう本当その通りですよ。トシちゃん、もっともっと怒りぶつけてくださいね。さあ、辻さん、給付金を出さないならせめて GoTo をやめろ、ね、今でもやめてから医療が足りない都道府県に、最悪隣の都道府県に応援を求めるのに、このままだと全国足りなくなってしまって、自衛隊を使わないように考えろということでございます。自衛隊の、ね、リソースを割くとね、有事の際に対応できなくなります。ただでさえね、ちょっときな臭い匂いがしてきて、隣国が何かを仕掛けてくるような気がします。そんな年末年始ですよ。チョイマンさん、久保さんこんにちは。いつもお疲れ様です。説得力のある元大阪市長の橋下徹さんに、ガースーと麻生に早く給付金を出すようにガツンと言ってもらうのはどうでしょうか。それはその通りでございますね。橋下さんにね、お願いしましょうかね。橋下さん今、まあ一般人ですけども、まあお願いできるかもしれないですね。橋下徹さんの事務所に連絡ですね。 OK。 吉田勝子さん、私も何度もメール送ってますが反応はなく、菅総理に国民の方、全く見ない方、虚しい気分になってしまう。虚しい気分になりますよね。だから結局ね、権力者の方っていうのは無視してれば黙るだろうって感じなんですよ。で、無視していれば黙ってしまう国民はほっといて、永遠と呼びかけてくる、いわゆるロビー活動が強い方になびくということなんですよね。はい、草加さん、国会議員はよくボーナスを受け取りましたね。この金を医療従事者に使ってくださいと、できないものかね、一人もいませんね。これね、いるんですよ、草加さん。私たちがね、気づいてないだけなんですよ。で、私はこういうところに寄付しましたよって大々的に言う人は、維新の会みたいに信用できないんですよ。こっそりと誰にも気づかれないように、いろんなところに分配している、その国会議員さんを私たちは探して、その人を応援しないといけないかなと思ってますね。草加さん、もうこうなっては1回の給付金では間に合いません。国民1人当たり、毎月10万、これ山本太郎さんが言ってますよね。144兆円あればできるということらしいんですよ。山本太郎さんを応援しましょう。太郎さん、国会議員の中に水戸黄門はいないぞ。ということで、水戸黄門ね、いないことはないんですけどね、やっぱり私たち国民が気づかなすぎるんですよ。だから気づいてあげれないから、その国会議員さんも、なかなかね、政治地盤ができないってことなんでしょうね。はい、おさむさん、今、国会議員は人殺し。まあ、あまりね、足ざまに言うと真面目にやってる人まで、だったらいいよってなっちゃうんで、国会議員を一律に言うのは私はね、ちょっと、あまり言い過ぎかなと思います。本当にね、立派な方いらっしゃるんで、数少ないですけどね、その方を私たちが見つけていきましょうと思います。恵子さん、本当にその通りです。希望を持つことも生きれるエネルギーだと思います。久保様ありがとうございます。とんでもございません。お互い頑張りましょう。あ、桜月さんね、桜月さんいつもありがとうございます。1963さん、菅ここまでバカだと思えない、凡人ではわからない、何か裏があるのではと思ったけど、今のところ何もない。はい、そうですね、何もないですね。桜月さん、なんだか分からないけど自分もしつこくやる、なんだかもう分からないけどしつこく諦めないと、私もしつこくやりますよ。ティンティンさん、久保さんいつもありがとうございます。こちらこそでございます。5万でも10万でも100万でも、スモールラビットさんいつもありがとうございます。あ、モアがあるな。もし出していただければ個人的にはかなり助かります。ニコニコつまらなそうなんで見てないと。 GoTo は散々 お金を投入している。私たち個人には税金払いとだけ、自衛隊も軍隊にしてしまえばよいのに。米中煽りすぎてコロナ云々よりも怖いことが今後あるかもしれません。そうですよ、きっと戦争始まったら私たち置き去り、自分たちだけ逃げるんじゃないですかね。
これもその通りですよね。ちなみに最近我が家の主の働く飲食店に70代くらいのおじいちゃんがバイトで雇われたそうです。でもなかなか仕事がきついのか、同じバイトの人からブチブチ言われながらどうにか働いているようですが、高齢でも働かないといけない日本どうなっちゃうんでしょうかと。岡田先生ね、それから大谷クリニックの先生ね、あ、思い出しました、ありがとうございます。どうしたんでしょうかね。足立さん、菅知事はダメ、国会もただの老人ホーム。私も老人ホームにメール送ってますよ、読んでもないだろうが。久保さんお疲れ様です。久保さんの意見に大賛成、ありがとうございます。じゃあもう一件読まさせていただきましょうかね。給付金が出たらかなり助かりますということで、スーさんがおっしゃってくださってます。で、桜さん、分かった、頑張って、菅官邸、麻生財務大臣、メールも電話もしまくる、お金払いは助かるということでございます。まだまだね、皆さんからのコメント続いてますけども、今回はこのぐらいにさせていただきます。またね、すぐにやりますんでね、一旦失礼します。